近くに行って。全然上がれてない状況、ね、こっちからこっちから、はい、こっちからご飯ね、あげていくからなんかびっくりするよ。こっちから来た来た、こっちから行かないんだよ、ね、ここでのご飯は、ね、約2ヶ月ぶりとなります。ちょっとね、住所が新しくなって、それまで裏の方に行ってたらちょっと狭いところに、ね、行ったのでね、こんなに広いところは、ね、久しぶりです。はい、ではね、ご飯をあげていくんですよ。はい、まず、ね、こちらを主に主食としてあげています。でこちらですね、非常に細長い魚なんですけど、こちらイカナゴっていう、ね、お魚です。はい、でこの、ね、お魚の食べ方に、ね、注目していただきたいと思います。大丈夫です。ツルツル切れちゃって大変ですね。ボフッと丸飲みしてしまいます。また行った、また行った。引っ張り合いになる。またペンギンですね、固い口を持っています。で私たちの食べ物を噛み砕くと歯がないので、ね、こういった意識にして5分と丸飲みしてしまいます。の周り注目してね、いただきたいと思うんですけど、ピンク色をしています。でこちらですね、くちばしの周り皮膚がむき出しになっていますね。このね、ピンク色、この子たちの皮膚の色になります。あれだだあれだだはい、続いてですね、もうね、1話だけね、もう満足したとかね、とぼとぼと私からね、遠ざかっていくのが分かるんですけどね。はい、続いてあげるお魚ね、この子たちのね、一番のね、お気に入りとなります。ちょっとかなりね、サイズ、今日はね、解凍するね、ものがちょっと小さすぎたんですけどね、こちら、イカナゴ、先ほどね、あげてた同じようなイカナゴ
泳ぎながら捕まえて食べていく。あれでもね、こう水中でね、こうずっと泳ぐようにね、そのままゴクッと食べてしまいます。で、これをですね、イワシの、ね、群れに見立ててね、こうやってね、狩りをしながら食べてます。そこにね、沈んでたね、今の。
ね、潜水艦のような非常に滑らかな体の形をしてるんですけどね、水の抵抗を少なくさせてより早く泳ぎたくさんお魚を捕まえるためにね、このような姿かなと考えられています。さらにですね、皆さんのね見えているペンギンの足なんですけど、このかかと足首の部分からね下の部分しか見えていません。じゃあね、このねふくらはぎの部分ね、太ももの部分なくなってね、足短くなっちゃったのかなと思われがちなんですけどね、この子たち全部骨にしますとね、イメージとしてはちょっと分かりにくいですけど、こんな風にですね、空気椅子のように体の中で落ちこまさっている状態になっています。こちらもですね、水の抵抗を少なくさせて、ね、足短くさせたとね、いう諸説もあるんですかね。他にはですね、水の中を深く潜るときに水圧で内臓が押しつぶされてしまわないようにね、足の骨で守っているといったことも、ね、考えられています。いろいろとね、考えはありますね。このね、体の姿、この姿ですね、すべてね、水の中、海の中をですね、お魚をたくさん捕まえるためにですね、この姿となっているわけです。ペンギンですね、この、ね、名前とかもね、この見た目もね、非常に今となってはね、